こんにちは、久間隆一郎です。今日はですね、業績相場との上手な付き合い方ということでね、お話ししたいと思います。現在の相場をですね、一言で言いますと、業績相場というにふさわしい相場です。そうですね、金融相場だとかね、そういうのがありますよね。ですけど今はですね、業績相場と、しばらくこれが続くと見てよろしいと思いますね。少なくとも年内はね、続くと思います。来年も続くかもしれませんね。でですね、この相場とですね、うまく付き合っていく方法というのがやっぱり必要ですよね。うまく付き合いたいですよね。そうしますとですね、まず押さえておきたいのはね、その業績相場といってもね、業績のいい銘柄っていうのがね、あるのかどうかということですよね。これがですね、案外あるんですね。一般的にはですね、経済状況、あまり良くないんじゃないかなというふうな印象があるかと思いますよね。なかなか給料が上がらないとかですね、物価が上がって、それに対して物価の方は上がっていってですね、生活は苦しいとかね、そういう印象を持たれる方もいらっしゃると思いますね。ですから、企業の業績もね、かましくないんじゃないかなというふうなね、考えになりがちだと思いますけれども、実際はですね、上場企業の場合はですね、そんなことはないんですね。そうですね、7月の末の時点でですね、日本経済新聞が調査したところによりますとですね、上場企業 その主に3月決算の会社ですけどね、それらの企業のですね、7割がですね、このね、7割が増収増益であったということですよね。全部じゃないんですけどね、7割もですね、この増収増益ということはもう、増収増益にならない企業はね、ちょっとね、経営努力が足りないんじゃないかなというふうなことが言えるほどですよね。もう100人中ですね、70人ですよ、非常に成績がいいとかね、そういうようなもんですからね。ですから、ここをまず押さえておかなきゃいけませんね。業績相場という感じがしないという方もいらっしゃると思いますからね。でも実際は、そうやって業績のいい会社がね、7割に及ぶんだということですよね。増収増益ですね。でですね、これをまず押さえておくと。そうしないとね、ちょっとこう業績相場と言われてもですね、ちょっと、なんて言いますかね、心配でね、投資できないというふうなことになりがちですよね。で、次にですね、その要望、業績がいいだけではね、ちょっとその買いにくいというのがありますよね。それでもその最低条件は満たしてるんですよ。非常にいいんですけどね、その中でですね、業績をですね、上方修正する企業っていうのがあるわけですね。営業利益の営業利益をですね、50億円の利益のはずがですね、予測ではね、50億円だったんだけど、70億円に増えるとかね、利益についても同じようなことが言えますね。30億の利益の見通しだったんだけれども、50億のね、利益だとかですね、そういう会社がね、結構これまたいっぱいありますよね。それをね、どこで知るかということなんですけれども、これは企業がですね、随時業績を発表してるんですよね。で、すでに発表したものもありますけれども、一番わかりやすいのはですね、日本経済新聞にね、載ってるんですよね。ですから、それをですね、なんていうんですかね、そこの載ってるページだけでもね、新聞を切り取っておくとかね、あるいはその個々の企業についてですね、情報をですね、ネットでね、調べたりしますと、そのこれまでのね、予測と違って情報修正してるんだとかね、そういうの分かりますよね。そんな当たり前ですけどね、50億の利益のはずが70億になるというのは素晴らしいですからね。そういうものはですね、株式市場って見逃さずにね、やはりプラス評価するということになりますから、
株価がですね一時的に下げたとしてもね、またそれがね見直されたりしてですね上がっていくという確率が非常に高くなるんですね。それがまあ2番目ですよね。2番目、3番目、これ特に有望なのはですね、情報修正銘柄であると。当たり前といえば当たり前かもしれませんけど、まあ、この辺のところをしっかり押さえておきたいですよね。押さえておけば投資割合簡単ですからね。3番目にですね、すでに上昇中の銘柄が有望と。もうそういうふうにですね、業績がいいと、根本的にいいとね、それがさらに予測よりさらにいいという銘柄っていうのはですね、事前にね買われてね上がっていることがまあ多いわけですよ。そうしますとね、株式投資はね、なんか底根の底根で買いたいって方が非常に多いんですよね。ところがね、そういう株に限ってですけどね、なかなか上がらないということがあるんですね。それはどうしてかというと、その何でしょうかね、あまり魅力がないとかね、まあ業績が非常に悪いとかですね、まあそういうのがね案外多いんですよね。なんか問題があるとかですね、あるいはその問題がない表面上はないんだけれども、どこか隠れたものがあって、株がですねなかなか買われないとかね、そういう銘柄がね案外下に下がったままということがありますからね。ですからそれよりもむしろね、すでにこうもう上がり始めていると、もう高値圏にあってもいいんですがね、それはもうその業績の良さっていうのは評価されているっていうことですよね。ある点評価をね、良さが評価されているような銘柄の方がねさらに評価されるということの方が多いんですね。あまりにも評価されてね、もう株価はもうやたら上がってると、これはちょっと、まずいですけどね。そうでない銘柄がねまだ結構あるんですよね。チャートの特徴としてはね、まあ、緩やかにこう上がってると言いますかね、あるいは小刻みに、ね、上げたり下げたりを繰り返しながら上がってるとかね、もうバーッといったのはちょっとまずいですね。ですからそういうね、違いはございますけれども、やはりねすでに上昇中の銘柄が有望というのがね3番目ですね。このね 1,2,3 をですね頭に入れてですね対応されると、この業績相場にねうまく、そうですね乗れて利益もね出やすくなると申し上げられますのでね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。以上ですね、北浜のカブリッジ放送局でした。失礼します。